月刊仰天映像スペシャル6月号。家族もびっくり、思わず見間違えるほどそっくりな三つ子の女の子が登場。さらに日本一の天才少女が凄技を披露します。続いても将来有望な女の子が登場。埼玉のそろばん教室に日本一の天才少女が。10段とか、 なんか日本一いっぱい取ってて、すごい。妹なのに自分の何倍も上手。お姉ちゃんも驚く実力なのは小学3年生の斉藤ひいろちゃん。一見普通の女の子ですが、自宅のクローゼットを見せてもらうとトロフィーがずらり。去年安山の全国大会小学2年生以下の部で優勝、日本一に輝きました。8歳ですでに最高位の安山10段。なんと9桁の安山ができるというので、実際にやってもらいましょう。願いましては1679万482円なり、引いては203165円なり、加えて49265万8037円なり、引いては72万9816円なり、加えて41573円では。正解はこちら。果たしてひいろちゃんの答えは。はい、5億225万7111円です。ごめんさん、すごいじゃない、受けた。バッチリ正解、お見事。将来の夢はソロバンの先生になりたいです。そうなんだ。目指すは日本一のソロバン先生。頑張れひいろちゃん。以上、仰天映像スペシャル6月号でした。